Welcome back. In the previous part, we enacted a plan in order to take out the puppets. It seemed to work. They weren't ready for us at all, but it seemed a bit too easy to me. Maybe the threat really isn't over yet? But we'll find out as we head into 24-10 now. Aww. I was really enjoying the fact I could choose my own party again. Oh well. Oh well.2 weeks later, Salt Lake Base. 博士、私を呼んだ？ああ、座ってくれ。キアナ、体調はもう大丈夫なの？ゼールもいたんだ。ありがとう、もう平気だよ。身体検査も特に異常はない。食欲はどうかな？バッチシだよ。一日4食だし。訓練の日はハンバーガーを追加するくらい。事件が解決したおかげでご飯を美味しく感じてるのかも。今みんなキアナとご飯を食べたいって言ってるもんね。人形の事件が一段落してみんなもほっとしたんだと思う。あとキアナの戦いぶりをみんな見てたから話しかける人が増えたよね。それで食堂のおばさんに怒られちゃったよ。みんな待ってるんだから早く来なさい、じゃないと料理が冷めちゃうでしょってね。そうだ博士、支配の律者の状況はどうなってるの？コアは全部回収した。ここ2週間支配の律者の反応は出現していない。 That can't just be the end of it though. ならよかった。 Kiana let out a sigh of relief.ネゲントロピーと天命、それから一部の国にも作戦結果を通達した。まだ危機が完全に去ったとは言えないが、ひとまず一段落したとは言っていいだろう。 Really? Okay, that doesn't seem wise to me, but alright. ただ人形事件の影響により崩れた社会秩序には修復に時間が必要だ。それにそう簡単に言えない傷もあるだろう。まだやるべきことがたくさん残されてる。だがキアナ、君のおかげで僕たちは見事に勝利した。ううん、みんなのおかげだよ。そう言うと思ったよ。だが感想は夜まで取っておいてくれ。夜？忘れたのかい？僕が君とゼーレをここに呼んだ理由。え？ネゲントロピー創立60周年のパーティーだよ。もう過ぎてるけど、やっぱりやった方がいいってアインシュタイン博士が言ってくれたの。前回一緒に買い出しに行ったでしょ。やっと飾り付けができるんだよ。あ、そうだった。なんだかすごく昔のことのように感じるよ。60周年、つまり61回目の創立日。ネゲントロピーってこんなに歴史が長かったんだね。 This feels too nice, too calm. そうだね、いろいろあったけど解決できてよかった。今夜はみんなでゆっくり過ごすとしよう。もしかしたらテスラ博士の余興を見られるかもしれないぞ。え、テスラ博士が？普段ならそんなことしてくれないが、僕が彼女のコーヒーにこっそりと酒を入れたらどうなるかわからない。楽しみにしておくよ。 That night, Salt Lake Base. みんなも知っていると思うが、ネゲントロピーという組織は創立の日から様々な困難に直面してきた。1976年、俺たちが20回目の創立記念日を祝った時、俺は創始者のプランク教授にこんな質問をした。ネゲントロピーの未来は一体どこにあるかと。あの頃天命の包囲により俺たちはアメリカ以外の場所で活動ができず、ムーンライトスローンの研究もなかなか進まなかった。だから当時の俺はそういった状況のせいで組織の発展がかなり制約を受けていると思った。しかし
教授はそう思っていなかった。私たちみんながネゲントロピーの未来よと。彼女は自分の心臓を指さしながらそう言ったんだ。私たちが冷静に天命と交渉すれば、天命はどうすることもできない。私たちが落ち着いて建設をちゃんとすれば、ネゲントロピーはどんどん強くなる。そしていつかみんなが世界の素晴らしさを感じることができたら、人類は必ず崩壊に打ち勝てる。それが俺たちネゲントロピーの根幹にある精神だと俺は思う。明日にはもっと苦しい任務がみんなを待っているが、今日俺たちはここでネゲントロピーの61回目の創立記念日を祝おう。I feel like something's gonna happen. Something clearly is gonna happen. Like, are the puppets going to attack? Are they hiding something? みんな、ネゲントロピーの精神に乾杯。乾杯。 The loud laughter and joyful noises took away all the pressure burdening everyone in the base. They deserve this moment.いろいろ見て回ろうかな。 Oh, this is it. I was expecting a massive room filled with people, tables filled with food and wine, but okay. Is it really just a go around and speak to everyone mission? I don't know. Maybe I'm always expecting the worst. Maybe that's it. 委員長。ああ、キアナ。委員長がそんな格好するなんて珍しいね。一応パーティーだから、それなりのマナーをと思ってね。でも、なんだか委員長、少し緊張してる？そういうわけではないけど、こういう場面にあまり慣れていないから。それに、やはり四季の律者のことが心配で。うん。確かにそうだね。正直に言うと、彼女にもこのパーティーに参加してほしかった。どうして？こういう集団生活を体験できれば、もしかしたら彼女は違う選択をするかもしれないからね。テルさん。あら、キアナ。パーティーはどう？ゴーヤジュースがないことと、初対面の人たちに子供扱いされたこと以外はいい感じね。The usual. I'm assuming these are the kids. Wait, I can speak to them? あ、キアナ。あ、こんばんは、モモ。前回試食を依頼した料理の感想、後で教えてね。うん、わかった。キアナ。出張から戻った同僚が記念品を持ってきてくれたよ。時間があったら見に来てね。うん、後でね。Oh no, it was staff members. ブローニャ、ここにいたんだ。キアナ、せっかくのパーティーなのに、食べないんですか？会場のセッティングをした時につまみ食いしちゃったからね。さすがキアナです。ブローニャは人の多いところが苦手だと思ってた。たまには賑やかなのも悪くありません。セーフレイヤーにいた頃を思い出します。うん、私も。ゼーレ。こんばんは、キアナ。会場のセッティング、お疲れ様。ゼーレのおかげで綺麗に飾り付けできたね。みんなも気に入ってくれると嬉しいな。子供たちも楽しめてる？うん、この間一緒に買った風船を覚えてる？みんなすごく気に入ってくれたんだ。うん、覚えてるよ。店主が割引してくれたもんね。It would have been nice to have seen the balloons. But okay. 今度機会があったらまた一緒にお出かけしよう。Haven't seen you two in a while. Rosalia, 登場! Rosalia and Lilia
were giving a performance with everyone cheering for them. That was it? Oh. Nothing else. Alright. ベルト。ああ、キアナ。さっきの演説、とっても良かったよ。即興で話したまでだ。だが全部お世辞ではなく、本心から思ってることだがね。俺はネゲントロピーの理想が実現することを願っている。もちろんそうなるまでには、君たちの努力も必要になる。まさに教授の言った通り、俺たちみんなが、ネゲントロピーの未来だ。うん、私も覚えておくよ。エンディアインシュタイン博士。やあ、キアナ、楽しんでるかい？楽しんでるよ。テスラ博士は余興を見せるんじゃなかったの？ Yeah. Where is she? She was in the CG in the scene before we started walking around, so where is she?Ah. Einstein forced an awkward smile. 彼女のコーヒーに細工したとき、うっかり手が滑ってしまってね。彼女は朝までぐっすりだと思うよ。博士。What did you do? Return to your room or stay at the party? Like, what is there to do at the party to stay here for?パーティーが終わってないけど、なんだか少し眠くなっちゃった。どうしようかな。Return to the room and rest. もう部屋に戻って寝ようかな。今日はいい夢を見れる気がする。Kiana returned to her room. そろそろ寝ようかな。こんな時間に誰だろう。 Kiana opened the door. こんばんは、キアナ。ブローニャ、どうしたの？ Kiana led Bronya in, and the two sat on the bed. どうしたの？やっぱり人の多い場所は苦手だった？心配ありません。キアナはどうでしたか？うん、十分楽しめたよ。でも、やっぱり、セーフレイヤーにいた頃の方が楽しかったかな。あ、別に、ここのパーティーが悪かったわけじゃないよ。ただ。Kiana dropped her eyes, trying to choose the right words. あそこには、一番素敵な思い出があるから。そういえば、ブローニャもあの人形たちと接触したんだよね。はい。ブローニャが遭遇した宿主は司会者でした。うわ、よく喋りそうな相手だね。はい、まるでトークショーみたいでした。めんどくさそう。キアナは最後の人形が話したことを気にしてるんじゃないですか。バレた。少しだけね。奴らは人類ではなく、歪んだ人格に過ぎません。わかってるよ。ただ、考えてみたんだ。私だったら、人形になることを選ぶのかどうか。もしパパが助けてくれなかったら、メイ先輩とブローニャがいなかったら、テレサが入学させなかったら、みんなに出会わなかったら、今の私は、どうなってたんだろう。そう考えると、私はずっとみんなの優しさに甘えてきてた。あの人形たちは失敗を経験し、中には失敗を繰り返す者もいた。そういった中で、彼らは孤立無援で希望を失い、心の闇に屈した。なんていうか、彼らの気持ちも、少し理解できるんだ。ただ、理解はできるけど、
正しいとは思わない。失敗したから諦めるとか、苦しいから屈するとか、私は思わない。That really does sum up Kiana's attitude to everything, really, doesn't it? もちろん、みんなが助けてくれなかったら、私は進むべき方向を間違えてたかもしれない。けど、どれだけ険しい逆境の中でも、素晴らしいことは存在すると思うんだ。そして、次は私が誰かを助ける番。天球士から大巨山、それから今回の作戦。キアナはもう十分たくさんの人を助けました。だから安心してください、キアナ。いつかみんながこの世界の素晴らしさを感じる日が来ます。ベルトの言葉をもう自分のにしちゃったの？正確に言うと、これはプランク教授の言葉です。ブローニャはとても気に入ってます。うん。そうだね。いい言葉だよね。ありがとう、ブローニャ。なんか、ブローニャと話したらすっきりした。はい。それならよかったです。早く寝ましょう、キアナ。今日はパーティーでしたが、明日も訓練がありますから。うん。おやすみ、ブローニャ。おやすみなさい、キアナ。Bronya left the room. Kiana walked to the window. Above in the night sky, the crescent was smiling warmly. I'm assuming the moon. In the same moonlight, she slept alone on the cold streets of Ark City and had sweet dreams in the soft bed at St. Freya. The memories started to blur, and for a moment she couldn't tell which were dreams and which were real. Only the crescent stayed throughout all the changes. Tripled up. Kiana clenched her fists. Mei-senpai, Himeko-sensei, 絶対連れて帰るから。Tripled up. I mean, we have ominous music now. What's going on there? Tripled up. Click, click. I knew it. I knew we weren't done with them. I mean, to me, it was just very, very obvious. We weren't done with the puppets yet. We just weren't. Mainly because we got another third section of this chapter, so, you know. Like that. That's the main reason we got this bit. Alright, let's see what's going on then. It found itself surrounded by its partner's remnants. But...終わっていない。Crawling in the broken parts, the puppet couldn't even tell the boundaries between its body and that of its partners. Ooh. We've made it. これは私たちの劇場。The final victory is ours.With everyone together, we'll be stronger than ever. The sacrifice of all in exchange for the rebirth of one. Wait, this was part of their plan? Now, we need only to return to the stage and finish the show. So is this all part of the plan with that big puppet we saw? Uh-oh. これは千人で作り上げる舞台。糸はもう、あなたの体に巻きついた。Uh-oh. 24-11.
the breadcrumbs mark a trail leading to the candy house in the woods. All are welcome. Yay, we're back to this. That's cool. Makes sense why we didn't have it previously, to be honest. Because it wasn't a fighting mission, it was a going around and speaking to everyone mission. Why would you need to bring everyone else? You just wouldn't. Where is my Bologna? There's the Bologna. Alright, let's go. Rumble. The dark tide swallowed her. She could see nothing, but somehow she felt secure and content. The expansion of space stopped, and the flow of time halted. Even the boundaries that defined self were melting. In the boundless darkness, she dreamt a distant dream. The feeling was familiar. Night after night, she was cast into this same dream. In it, fate was torn apart into broken strands, pouring down between her fingers like grains of sand. Short, cold, and like a firefly, it swooshed past. It was her life. It wasn't her life. It belonged to someone named Sirin. Everything she had once been through. Excruciating pain took over her entire consciousness and drew deep bloody marks on her mind. Tears burst out of her eyes and blurred her vision. The man's voice was devoid of any emotion. He walked away with heavy footsteps. Under the relentless assault of sharp, incessant pain, every cell was crying out loud and struggling for relief. Maybe this psychological trick was effective. Crying for mum did alleviate the pain slightly. She labored to stand up and looked at the other kids who received the checkup. Aurora, Agatha, Pera, minna, daijoubu? No response. She nudged the shoulder of the kid next to her, but the touch was cold and rigid. Oh no. Pera. Pera. The touch was a familiar sensation. Her mum's hand felt the same when she passed away. And it meant she'd never come back. Tears began to well up, her dried eyes again, dropping on her wounded body. Everyone here was orphaned in the disaster. An organization named That Word that took them in and provided shelter. All they asked in return was a simple checkup. Grown-ups said the kids were lucky to have natural antibody. Waiting for the kids were nothing but endless pain and the final relief of death. They were consumables with a serial number. They ran out of their use very soon. Yada! Shinitaku nai! Watashi o damashite ryou shita hito tachi ni sono daishou o harawasete yaru! She stumbled to the door and shook the door handle with every last bit of her strength. Dashite! Dashite te wa! The handle stayed firmly in place, but the side door creaked open.
Maybe the researcher forgot to lock it, or maybe he thought the lab rats wouldn't be able to resist anyway. This was her only chance to flee this place, this living hell. Matada, ここはバビロンの塔。シーリンが閉じ込められて苦しんだ場所。歩くたびに痛みが。これはシーリンの記憶。おい、実験体が逃げたぞ。警備は何をしてる。彼女を止めろ。いや、来ないで。逃がすな、捕まえろ。殺してやる。シーリンが受けた痛みと復讐を渇望する心が彼女を空の律者にした。彼女の人類を憎む強い気持ちがひしひしと伝わってくる。I am liking we're getting some more story with Sirin here. どいて、近づかないで。私から離れて。あの実験体を捕まえろ。彼女は貴重な研究材料だ。生きたまま捕らえろ。前回捕獲した崩壊獣を全部出せ。こいつらみんな狂ってる。Boom. 後悔させてやる。消えて。もうダメか。しかしここまで持っただけでも十分だ。研究する価値がある。彼女を抑えろ。She was dragged back to the living hell. No, a place far more terrifying than hell. The only rewards for the test subjects who survived were heavier doses and more tests. She had no idea when this ordeal would come to an end or if there would be an end at all. In the never-ending misery,She cursed, cried, and prayed. I have power. If I have power. 偽りだらけの利己的な大人たちに、私が受けた苦しみを、その100倍、1000倍、数万倍にして返してやる。 And then, just like the fairy tales heard in her mum'sLoving arms, a god came to her. Rumble? The dream continued. That night, all hell broke loose in the Babylon labs. With the power granted, she realized every one of her wishes. She fled the tower and shook off the test subject identity.Since then, she became known as the second Hersha. ごめんなさい。ひどいことをされたのは知ってる。今さら思い出して謝りに来たの？遅い。もう遅いよ。私がもっと早く気づいて、もっと早くあなたたちを助けに来ていれば。She knew this girl with silver hair.
She freed the imprisoned kids and reached her hand out to them, saying, 私を信じて、ついてきて。綺麗事ばかり。She looked about the same age, with the same vibe of youth. A smile reminded the Hersha of Avora, Agata, and Bella. But you should feel proud to die for that word and the Valkyries. Somehow, these words kept echoing in her head. そうだ。思い出した。She wore that word badge. She wielded the that word weapon. I didn't expect it to come up this much. Behind her were that word's Valkyries. あの嫌な大人たちは笑って私にこう言ってた。私たちがした実験はヴァルキリーの聖痕を作るためだって。お前たちのせいだ。私はお前たちのための道具なんかじゃない。証明する。私の力がお前たちよりもずっと強いことを。てめえの奴ら、誰も生き残れると思うな。テレサ気をつけて、攻撃してくるわ。これが私の復讐。飛行部隊、迎撃準備。人類の武器がどれほど弱いものか、私が教えてあげる。あの人たちはシーリンに消えない痛みを残した。癒えることがない傷を。彼女の心の闇はどんどん大きくなっていった。 There we go.But yeah, I'm not saying the word just because it's like I will completely destroy that word and it will not be correct. I won't even try. But I didn't expect it to come up that much so frequently, so it's like, oh, fine, it'll be funny, we'll leave it. You know.影のカラスが優雅を求めている。よく見てなさい。人類の本当の力を教えてあげるわ。シルバーバレットバージョン0314発射準備。カウントダウン54321発射。Boom. In the deafening blast, the Hersha's consciousness came to a halt. Rumble. But her memory didn't stop there. Her god favored her once again and blessed her. The Hersha's dream kept growing.Surging towards the horizon and sweeping everything in the way. Only this time. あなたったら、どれだけお酒を飲んだのよ。自分の娘のこともわからなくなったの？これも、姉の力。私を娘だと思ってる。ちょうどいい。ここでお前たちを。さあシーリン、あなたのためにケーキを用意したの。ケーキ？お母さんが生きてた頃一回だけ食べたのを覚えてる。一口だけならこの味おいしい。あの頃食べた味だ。ごめんねシーリン、二日もあなたに寂しい思いをさせて。だから明日は一緒にお出かけしましょう。お出かけ？私は何をしてるの？どうしてあいつらを殺さなかった？あ
これは私の親じゃない。まあいいわ、ここは私が作った元凶、私がその気になればいつでも殺せるんだから、ひとまず彼らが何をしたいのか見てみよう。平凡で幸せな日常、もし崩壊がなかったら、お母さんが死んでなかったら、私もこんな幸せを手に入れてたの。シーリー、この店に入りましょう。ここのお洋服かわいいわよ。困ったわ、私の娘は何を着ても似合っちゃう。全部買っちゃおうかしら。じゃあこれは？あら、さすが私の娘、センスがいいわ。この服を着たあなたは世界一可愛い女の子よ。さあ、お母さんに抱きしめさせて。待って、ダメ、抱きしめないで。抱きしめられたくない。私は何を考えてるの？どうかしてるわ。あの一瞬、彼女のぬくもりが欲しくなった。あの女は、私のお母さんなんかじゃないのに。A huge boom came with strong shockwaves, shattering every window from the buildings nearby. 爆発？ふん、こんなガラス片にやられるわけがない。Siri! I don't think it's about you, though. 危ない！何してるの？怖がらないで。お母さんが守ってあげるから。お母さんはここにいるから。そばにいるから。イヒリベディヒ、Siri。お母さん。 Not long after. 嘘つき。嘘つき、お前は嘘つきだ。娘じゃないのはとっくに知ってるんでしょ。よくも私を騙したな。シーリン、聞いて。娘じゃないって分かってるのに、私のことが大事なふりをして私に近づいて、やっぱりお前の目的も私を殺すことだ。他の人と同じ嘘つきだ。大嘘つき。違うの、シーリン。実は。クサクサクサ、全員どきなさい。どうして私を騙したの？どうして、どうして。少しだけだけど、シーリンの殺意が弱まった。憎しみより彼女の心にある失望と怒りの方が強いみたい。痛い、やめて。もう私を傷つけないで。死にたくない、死にたくないよ、シリン。私は死んだの？何も感じない。感じるのは寒さだけ。最後まで私は一人ぼっち。お母さん、寒いよ、お母さん。大丈夫、シーリン、もう大丈夫よ。シーリン、かわいそうな子。私はあなたを騙そうなんて一度も思ってないわ。元凶の中であなたの孤独と苦しみを見せてもらった。私は本当にあなたのお母さんになりたい。あなたの失ったものをもう一度与えてあげたいと思った。でもあの時、私は何も変えられなかった。少なくとも、あなたの人生の最後に、このぬくもりをあなたにあげたいわ。シーリン、
Rumble. In the boundless dream, I dream a false dream. In the dream, who I miss the most is not my mum. I miss the warmth and care that makes me feel secure and content. I thought to myself over and over again, if somehow I could become normal again, would I live a happy life by her side? If I was given a second chance, I want to hear her voice again. Ichi, liebe dich. Mata, kono yume. Nodo ga kawaita. Mizu demo nomo. Sploosh. Yep. At the corner of the room, the fish tank gave off a pale and cold light, a distraction to help AE employees relax. In the pale light, the mirror turned a blurred figure. Shirin. Ano toki, anta wa donna yume o mita no? Ichi. リーベディヒ、あんたが心の中で何度も口にした言葉、あんたにとって一体何を意味するの？ふぅ、記憶の影が答えをくれるわけないか。明日みんなに話してみよう。